どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年の12月にですね、私はスターラックス航空のステータスマッチをですね行ったんですよね。まあこちらの解説ね、出させていただきましたけども、実際にですね2020年の12月の後半にですねステータスマッチを行って、まあ、実際にですねステータスマッチ成功してですね上級会員になれたのはですねちょっと前なんですけども、この動画で、ね、撮影させていただいているのが2021年の5月の5日の日付が変わったぐらいなんですけども、なんとですね5月の4日にこちらがね届いたんですよね。こんな感じで、はい、こちらね EMS ということで国際郵便がですね届いたんですよね。ちょっと個人情報だけね隠させていただいてるんですけども、こちらがですね到着したんですよ。こちらねスターラックス航空からね、ちょっと見えるかどうかわかんないんですけども、スターラックス航空からですね届いたということで、まあ上級会員になるとですねタグとかねそういうものが、まあ、送られてくるっていうね噂は聞いてたんですけども、まあ、本当にね送られてくるのかっていうね感じで私は思ってたんですけど、まあ、実際にね送られてきましたので、今回の動画ではですねステータスマッチね申請してから、まあ、実際に慣れた期間とですね、実際にねこちら開封ねしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではスターラックス航空のステータスマッチね申請した期間なんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、私がねステータスマッチを行ったのが2020年の12月の19日にですね申請ね行ったんですよね。でですね、実際に申請が通って上級会員になれたわけなんですけども、上級会員になれたのはですね2021年の2月の2日にですね、こんな感じでねメールが届いてですね、インサイターって読むんですかね、ちょっと読み方ね、合ってるかどうかわかんないんですけども、スターラックス航空のですね最上級会員のねステータスを手に入れることができたっていった形になるんですよね。しかもですね2020年に申請した方に関してはですね有効期限が4年間ということで、ちょっとね今は国際線ね乗ることができないわけなんですけども、さすがにね1回ぐらいはね乗れるかななんていうふうに思ってるんですよね。でですね、スターラックス航空のこの最上級会員のインサイターっていうのになるとですね、まあ、どのようなね特典が受けられるのかっていう話なんですけども、こちらね特典1なんていうふうになっておりまして、まずですねステータスに応じたねマイルが獲得することができます。またですね搭乗回数によってですねポイントがもらえたりですね、またですね無料で手荷物ね許容量ボーナス 20% とですねスターラックスのビップラウンジにですね同伴者2名までね入室することができるっていった形になってるんですよね。またですね優先搭乗であったり普天マイルのね獲得であったりですね、専用チェックインカウンターがね利用できて同伴者2名までね利用することができます。またですね手荷物のね優先受け取りであったり他のね航空会社のビップラウンジもね利用することができるっていった形になってるんですよね。またですね特典旅行の変更であったりですね払い戻しのね手数料が免除されたりっていうねこういう特典が受けることができるっていった形になってるんですよね。本来ですね12ヶ月内にマイル残高12万マイル以上、またはですね搭乗回数が100回以上だとですねこのインサイターっていうねステータスがいただけるっていった形になるわけなんですけども、これがねスターラックスのステータスマッチね申請するだけで、まあ私はね ANA のダイヤモンドでステータスマッチね行ったわけなんですけども、まあ、これがねステータスマッチで受けられるということでかなりすごいですよね。ちょっとね今国際線利用することができないですけども、普通にね海外行けるようになったらですねちょっと利用してみたいですよね。それでは次にですねせっかくこちらね到着したということで実際にね開けていきたいなというふうに思っております。それではね開けていきましょう。こちらはテーピングがされているのかな、開けました。あすごい、かなり立派ですね。こんな感じでね入ってるんですよね。ちょっとズームしちゃいましょうか。こんな感じになってるんですよね。かなりかっこいいですね。では1個ずつね開けていきましょう。これはどうなってるんだ、これ中が出せるようになってるんですね。出しちゃいましょう。よいしょ。あ、こういう感じでね開けれるようになってるんですね。よいしょよいしょよいしょ。この箱もすごいおしゃれですね。よいしょ。
こんな感じで中を取り出すことができました。こんな感じで開けます。よいしょ、よいしょ、開かない、ちょっと待ってください。こっちが先でしょうね。こっちからです。よいしょ、じゃじゃん、よいしょ、こんな感じになってます。いや、すごいですね。こんな感じになってます。超かっこいいですね。これはステータスカードですかね。ステータスカードですね。アップにしましょう。こんな感じになってます。かなりかっこいいですね。ちょっと取っちゃいましょうか。よいしょ、取れるのかな。取れた。よいしょ、いや、こんな感じになってるんですよね。超かっこいいですね、これね。しかもこれちょっと分かりますかね、金属なんですよ。いや、これはかっこいいですね。これはかっこいい。これはいいですね。まさか金属だと思ってなかったですね。よいしょ、こんな感じになってます。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じになってます。それではこれで終わりなのかな。あ、まだ下に入ってますね。いや、すごい、タグもついてるんですね。いきます。こんな感じになってます。いや、めちゃくちゃかっこいいですね、これね。いや、これはかっこいい。すごいですね、これね。あ、革っぽい感じになってますね。これもちょっと出しちゃいましょうかね。こんな感じになってます。こんな感じ。これがベルトですね。こちらスーツケースにつけれる感じですね。いや、これめちゃくちゃ、これもかっこいいですね。かなり大きいですね。ちょっと ANA のやつあるかな。ちょっと ANA のね、ダイヤモンドのタグと比べますとこんな違いです。かなり大きいですね。いやー、まあ、重さはね、こっちの方が全然軽いんですけど、 ANA のダイヤモンドのやつって結構ね、重量感あると思うんですけど、こっちはね、こっちは金属入ってないんでね。うん、いやー、大きさもこんな感じでかなり大きくていいですね。かっこいい。しかもね、見えますかね、これ、ここにね、名前がちゃんと印字されてるんですよ。いや、これはかっこいいですし、ありがたいですね。まあね、こんな感じのタグがね、一緒に入っております。一応最後にね、全部見せておきましょう。こちらがタグですね。で、こちらがステータスカードになります。これがね、わざわざ送られてくるんですよ。いや、いいですね、かっこいい。ということで、こんな感じでですね、スターラックス航空のね、上級会員ね、ステータスマッチね、今回させていただいたんですけども、ちゃんとね、ステータスカードを金属のと名前入りのね、ラゲージタグね、いただけるということで、こちらかなりありがたいですね。私自身はですね、まだね、あのリモアって高級のスーツケースありますよね、まあ、いつか欲しいなと思っておりまして、まだね、購入してないんですよね。もしね、それを購入したら、このタグとかね、つけていきたいなというふうに思っておりまして、今までもですね、 ANA のダイヤモンドとかね、タグとかもつけてないんですけども、ちょっとね、つけちゃうと汚れちゃうんでね、ちょっともったいなくてね、つけられないんですけど、まあ、つけないとね、つけないでね、今後いつつけるんだっていう話にもなるんでね、ちょっとつけちゃおうかなとかね、思っちゃいますね。でですね、最後になんですけども、ステータスマッチね、こちら2020年の12月にですね、私ね、申請して、まあ、一番上のね、最上級会員のステータスね、獲得することができてですね、今回こんな感じでステータスカードとラゲージタグね、いただけたわけなんですけども、こちらのね、スターラックス航空のこのステータスマッチに関しては、私がね、2020年に動画出した時にもうね、2020年で終わるみたいなね、まあ、そんな感じでね、書かれてたって記憶があるわけなんですけども、先ほどね、ホームページ見たらですね、まだね、ステータスマッチね、申請できるということで、もしね、ANA だったり JAL のね、ステータス持たれている方であればですね、ぜひね、申請ね、してみていただきたいなというふうに思います。残念ながらですね、私が行った2020年までは有効期限がね、4年間ということで、かなりね、長かったわけなんですけども、2021年1月1日以降にね、申請された方は、残念ながらね、2年間っていうね、有効期限になりますんで、まあ、この点はね、注意しておいていただきたいなっていうふうに思います。ちょっとね、今、ステータスマッチをして、まあ、結局ね、ステータス取ったところで、まあ、すぐね、利用することができないので、まあ、このステータスマッチね、するタイミングっていうのはですね、まあ、ご自身でね、判断していただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、ちょっとね、
ね、いつ終わるかもちょっとわからないので、まあ個人的にはね、早めに申請しといていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこちらはね、あのご自身でね判断していただければなっていうふうに思います。でですね、この動画の概要欄にですね、前回の動画ね載せておきますので、もしねステータスマッチで、ね、申請されたいっていう方はですね、そちらの動画もね参考にしてみていただきたいなっていうふうに思います。まあ申請自体はですねすごい簡単ですので、私はね Mac ユーザーですので、まあ、申請するのですねスクリーンショット撮って、キーノートっていうねアプリで必要事項をね記載して、またそれをスクリーンショット撮ってですね、ステータスマッチで、ね、申請したら、まあ、今回ねステータスマッチ申請通ったっていった形になりますんで、まあ、やった感じからしてもですねかなりね簡単に申請することができますので、気になる方はですねぜひねチャレンジしていただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。